はいどうも、ベンザマンです。今日は2019年1月の6日朝の7時20分です。ベンザ直します。ベンザ直します。はい、ワドツ。おはよう。今ね、ここまで削りました。十字架の赤のレジンで埋めたんですけど、ここの部分を4時間かけて削りました。ここパキってまっすぐ割れたのをくっつけて、今度この黒い部分を穴を掘っていきます。それでレジン流し込んで修復しましょう。よろしくお願いします。狐2号さんすごい。うん、これがね、まっすぐここがパキって割れたんですよ。ここに線入ってるでしょ、こっち側に。ここかパキって割れたの。ここまっすぐこうパキーンって割れて取れちゃったんだけど、今こう穴を埋めていってる作業。穴を開けて、穴を広げて、この部分ね、ここの部分穴を広げて、今度黒い部分削っていこうと思います。その前にね、穴が広がってるんでガムテープで補強しながらですね、で行きましょう。ツイキャスご覧の人はぜひコンティニューコインください。天才っていうのはこういうことなんだなって、私に足りないものを持ってるので羨ましいです。狐五号さんどうやったら割れるんだ。あのね、狐六号さん裏を補強しなければダメ。裏補強する必要ないですね。狐七号さん体重かけたら普通に割れそう。いや割れないっすよ。狐八号さんは土さんのキャスカテゴリーは何ですか。キャスカテゴリーっていう、キャスカテゴリー顔出しになってますけど、ワド監督で検索したら出てくるよ。顔出し男子でキャスカテゴリー、片方テープでガッツガッツに補強。風道は天才、本気打者ノーベル賞も余裕。耐久テストまだ。耐久は終わってる。もう耐久は完璧。耐久は今日は無理かな。爪6号さん補強必要ないってなんで W。 いや、レジンで固まってるから、この赤い部分、透明のレジンでもう耐久終わってるから、要は液を流し込むよ、この中に。タバコ吸おう一本、そっからスタートだ。狐1号さんは土産天才だ。6号さん溶接のようにはくっつかないからダメだよ W。 いや、くっつくよ、溶接のようにくっつくよ。例えば木材と、これ木材でやったんだけど、木材で狐7号さん俺もそう思う W。 木材でこれやったんだけど、ほら折れないもん。狐9号さん和道はノーベル賞ですらちょちょいのちょい。ほら狐4号さんはどってキャスアカウントあったのかわら。まったくだよ。コンティニコインありがとう。これもともと机とかこれで作ってるから、椅子とか。すごい耐久力ある素材。狐6号さん太さが違うよ W。 狐10号さんロット買って。だ、耐久は終わってるんだって、この部分で。便座自体に厚みがかなりあるから大丈夫。素材違うっていう。素材同じだから。狐11号さん正規前座の裏は補強が終わってます。補強はしてない。狐
船6号さん、そんだけ太ければちょうど出るけど便座の厚みじゃ無理。便座の厚みかなり厚いって。船3号さんは度が大丈夫といえば大丈夫なんだよ、しつけえな。しつこい、本当に本当しつこい。なんでマウント取りたがるんだろうね。それがよくわかんねえんだよな。キツネ7号さん、なんで違う意見が出るとマウントって言いたがるんだろう。キツネ6号さん、マウントじゃねえよ、アドバイスだっての W。いや、求めてないアドバイスをするのってありがた迷惑って言うんだよ。キツネ9号さん、正規何を作るかより誰が作るか。和道が作ったとなると1000万の価値は固い。正規ありがとう。いや、思い入れがあるっつうか、直したいっていう。何でもかんでも身にまつわるものを直せる人になりたいんだよね。そうそう、押し付けが半端じゃない。キツネ11号さん、定期便座の裏は補強はしません。あ、キツネさんたちね。チルダチルダ。キツネ11号さん、定期便座の裏は補強はしません。定期ありがとう。常4号さん、直せる男はかっこいいな、何でも買い替えるより。常6号さん、しかもそのレジン部分はもろ力かかるだろう、折れるっての。だから分散させるためにこういうデザインにしたんだって。負荷がかかっても、いや、十字架だったら補強が弱いから折れちゃうと思ったから、こうギザギザのデザインにした。ここに負荷かかっても分散するように圧が、だからこういう木の枝みたいなデザインにしたのよ。考えてるって。そのレジンはレジンでも二液性レジンだから硬化が硬いやつなのよ。キツネ7号さん、別にいいんじゃね、 W 困るの本人だから。そう、本当それ。だから心配してるようで俺すげえっていうのを言いたいだけなんだよ。俺は詳しい、俺すげえって。ツイッターでやれよ、ツイッターで。そうそう、壊れたもので遊んでるだけだよ。キツネ13号さん、風船を5個プレゼントしました。風船ありがとう。ね、買ったら安いのなんか誰でもわかるでしょ。キツネ10号さん、物理的な圧力の分散まで考えてるなんて。いや、考えるでしょ。4号さん、遊んでるならリスナー側も緩く見た方がいいよな。そうそう、遊んでるだけなんだ。12号さんも、少しビンちゃんみたいに大きくなりなさい。チルダチルダ、小さすぎ。太れってこと。で、いきますか。心にゆとりがねえんだよ。常6号さん、分散にならないっての。便座削りすぎて余計に弱くしてる。分かった分かった。すごいすごい。常1号さんは、土さんが好きで作ってるものに対して買った方が後か頭悪いよね。すごいすごい。11号さん、もし壊れたらネットで2000円ぐらいであるらしいからギフトします。ねえ、買えばいいんだよ。キツネ4号さん、うわー、歯医者のせいだ。歯医者が使ってる道具と根本は一緒だから。あなたは余裕がない、わらわらわら。キツネ7号さん、和道の好きな言葉、マウント取りたがるよな。マウントって言葉を配信に持ってったのはドレさんなんだけどね。監督、そろそろジャムりませんか。そろそろジャムりませんか。え、誰ジャムろうよ。誰だ。
やめろよ。爪4号さんマウントテキンバエで初めて聞いた。格闘技以外でも使える言葉だって知れた。マウントってもともとネット2ちゃん用語で、まあ格闘技の用語でマウンティングから来てるんだけど、マウンティングから来てるんだけど、要は言葉の言論で馬乗りになってボコボコにするっていう言葉だね。やることは全て正解。なぜなら配信会のマイケル・ジャクソン、答えはそれ以上でもそれ以下でもない。牛島いい肉がよく使ってたんだよね、マウント取るなよって。マウントする男はなんか関わりたくないとか、牛島いい肉さんがよく使ってた言葉の。これを配信に持ってきたのがどれさん。爪12号さんはドア横文字使いたがるからね、わらわらわら。爪7号さん実際リアルで使う人はいないと思うんだ。ネット用語だね、ネットスラングだね。じゃんけんってこと。後出しじゃんけんじゃなくて、マウンティングって胴体相手をすっ転ばせて馬乗りにしてこうやってボコボコになるのをマウンティングとか言ったり、あとセックスするときにメスにこうやってオスが乗っかって腰振るのをマウンティングっていうのよ。だから相手に覆いかぶさって俺強えっていう、そのまあ猫とかでもオス同士でもその相手に乗っかって俺の方が強いぞっていう服従させる行為だね。それを牛島いい肉さんはなんか何でもかんでも私に乗っかかってくるやつ嫌いって言ってたの。あ、お猿さんとかがよくやるん。俺強え、俺はすごい、俺の方が知ってる。ネット用語で言うとアドバイス中だな。アドバイス中は別にいいんだけど、お前バカだなから入る人だよね。俺の言うこと聞けよって。な、要は猿だって言われてん、マウントするの。要するにここで言う6号、爪4号さん上から来る感じな。そうそうそう。爪12号さんはドみたいだね、 WWW 猿みたい、知るだ知るだ。爪7号さん早い話が自分に都合の悪いことは全てマウントという言葉で片付ける。爪11号さん定期便座は売ってます、直すのが好きなので配信で直すのを見せてます。爪10号さん性的な意味合いからも由来してるとは知らんかった。爪15号さんだってお前バカじゃん。爪4号さんバカとか頭いいとかで上か下かを決めるやつにはなりたくないな。12号さんあなたバカでしょ、わらわらわら。爪6号さんそれ以上削るなっての W。 爪16号さん和道先生はどつ。爪17号さん単勝。爪3号さん貧相な考えのやつが多いな。爪9号さん定期何を作るかよりも誰が作るか、和道が作ったとなると価値は1000万は硬い。爪7号さんこれって直す配信じゃなくて壊す配信でしょ。うまい。
狐十号さん自分の物差しで K になっての。狐一号さん天才は理解されないから天才なんだよ。4号さんはどのリスナーは男と女どっち多いの？男だね。あ、半々ぐらいだね今ね。半々だね。年齢層は35から55までの間。いや俺より年上だねほとんどが。75% は年上。若い子はマナーいいよネットでも。理解されない天才 WWW したいのかしら。こんな程度の人を笑。船十五号さん配信のプロだったら座っておれるとこまで見せてくれるんだろ。もちろん。いいねをプレゼントしました。いいね、ありがとう。船18号さん、ベンチの汚れを剥がしてるの。船19号さん、失敗してもそれこそ成功って言われるんだから、配信者って最強だな。失敗の美学、負け犬の美学だからね、配信者はね。どう負けるのかだよね。どう勝つのかじゃなくて。号さん便座ぐらい変えよ。狐7号さん配信者は最強だよ。社会で受け入れられない人がやることだからね。最強っていうか、なんだろう、失うもんないだけでしょ。ただ単に狐9号さん上手に負けれる配信者は頭がいいね。えかっこいいよね。狐18号さん、お前の捨て頃の負け方はどうだった。共感じゃないと思うけど、バカだなっていう感じだ。船21号さんへ、樋口損壊じゃん。船22号さんはどつ。はい、はどつ。もっとパワフルなルーター使えよ。船19号さん、日曜の朝に隣からこの騒音聞こえたら56つだろうな。船
52号さん無理して頭よさげに見せたがる情弱わらわらわら。常21号さん賃貸物件のトイレ便座に勝手に傷つけたらあかんやろ。常9号さん和道はもはや配信会の天皇だよ。何をやっても正解になる。23号さん毎回思うけどこの BGM 何わらわらわら。正解になってないからこの閲覧か知るだ知るだ中途半端の結果わらわらわら。常7号さん普通なら不動産に電話するよな W。 常23号さん職人張りに作業する感じ腹立つわら。定期何を作るかよりも誰が作るか。和道が作ったとなると価値は1000万は高い。常15号さん普通は管理会社に電話するよ。常7号さん職人っぽいことしてるふりが好きなんだよ。常19号さん定期作業中はアイテム禁止です。しかしキャスは閲覧全く上がらないわねわら。常1号さん普通は普通待ってうるさいな。普通じゃないからふわっちで配信者やってんだよ。9号さんのんちゃん脳腫瘍で余命3ヶ月ってほんと。常15号さんは退去するときに請求されるだけだけど。常24号さん定期家賃滞納常習犯なので負い目感じて便座修理頼めません。
さん、いつもの定期係さん、今日もいい仕事してますね。笑うわ W。そもそもどうやったら便座のそんなところが壊れるんだ。つね24号さん、のりこもうすぐ4ぬんだ。エセアカ、彼女のために週3バイト始める。つね2号さん、のんちゃんを大事に、早く元気になりますように。ありがとう。4号さん、お前冠婚葬祭出ないって言ってるけど、のりこの葬式出んの。常25号さん、エル丸早いしゃがち。常19号さん、ファンタスティック投げるから、そのリューター尿道に突っ込んでくれよ。ポイントをカッターで削ってんだ。W。やべえ、曲がった。人の大半がワード嫌いなんでしょね。チルだチルだ。キツネ19号さん、借り物壊しちゃダメだろ。12号3キャス赤文字なのにお茶飛ばないねわら。
号館和道はやることは WWO 和道の世界秩序となる。つまりルールを作っているということだよ。常24号館正規和道くんは統合失調症の窃盗妄想高貴な宿命であると確信するものをたまにします。島津家の決闘、父親が有名なキックボクサーなど、生温かい目で見守りましょう。俺のじいちゃん沖縄の国会議員だから。常4号さん24号うるせえよ。沖縄の国会議員、常9号さん正規和道はやることは WWO 和道ワールドオーダー和道の世界秩序となる。つまりルールを作っているということだよ。常12号さんダーカーラーわら。常7号さん沖縄だけど国会です。常24号さん決闘妄想、常26号さん沖縄の国会議員の孫腹痛い腹痛い。常27号さん花火をプレゼントしましたとは嘘でした。知らなかった。常24号さん人生に謙虚なさし、せめて決闘だけは好奇でありたいと過度に願ってしまったため、彼の中ではこれが真実なんです。常7号さんカメラ見た W。 常28号さん映画はよつくろ。常29号さんおしゃんきゆっち。詐欺師は自分を大きく見せたがるわね、わらわらわら。常7号さんトイレの神様を崇拝してるから便座直してんのか。常9号さんこれからは WWO 和道ワールドオーダー和道が作り出す世界秩序よくチェックしとけ。常1号さんは土さんは器が大きいな。常28号さん便座職人に転職しました。常26号さんトイレの蓋の希望に従いトイレの蓋の顔にタトゥーをえってるとこ。常24号さん彼は貧乏で片親で中卒天下三般です。ただの農民の子孫です。常12号さんびっくりするくらいシャツは込めないわねわら。常29号さんプラスチック溶接知ってるか。常1号さんはドさんのキツネ枠楽しいなぁ。26号さん24号農民ならいいじゃん。得た自民の子孫ではない。常7号さん聞いちゃってそろそろ狐枠やめるよ。聞いてるように見えるの、窓にわかだね。
父さんなんでキツネになると白子めっちないのかしらんわらわらわら。キツネ29号さん、ピーターない便座は1000円で買える。キツネ17号さんさん、キツネ17号さん子、24号さん、そうなんです。ただの農民の子孫なのに武士の血統だと彼は信じてるんです。これが統合失調症の血統妄想です。そっちな配信者を待ってるけど一切無視されてて笑った。キツネ26号さん、そもそも島津自体本名じゃないでしょ。29号さん修理に寄ってます。キツネ17号さん参照。キツネ12号さん、実は私普通枠はキラコメ時々します。 www 嬉しそうにありがとうとか知るだ知るだ。キツネ29号さん、よはげ、リューターのなんか根元溶けてるんだけど、これ大丈夫？え、なにこれ？これ大丈夫かな？ここ溶けてるんだけど。わらわらわら。キツネ1号さんは、ドさんは武士の子孫かもしれないけど魂は消化するので、ワドさんはお殿様だよ。キツネ24号さんは、借りてるもの便座に使うし壊すしやばいなわら。キツネ29号さん様、12号さん、普通枠はからかい半分で平米してる方多いみたいだね、わらわらわら。常26号さん、関係ない場所が溶け始めててわろた。常17号さん単勝。29号さん、被害を大きくしてます。キツネ9号さん、さっきからカズミチの家庭がどうのこうの言ってるが、そんなのどうでもよくて、早い話カズミチはマイケル・ジャクソンと同列なんだよ。それが全て。キツネ17号さん単勝。キツネ26号さん、普通枠で平米しててタヌキやキツネ枠でディスるリスナーは雅枠でも多い。キツネ30号さんだから、ずっと絵なたぬいかって言われるんだよ。キツネ31号さん、3倍目やはどうは配信者の曲。キツネ12
号さん、おバカさん、わら。支援させてください。お願いします。狐24号さん、借りてるもの丁寧に使って。29号さん、支援なんかするか、ゴミくず。新大久保の熟女専門の館に通ってた時、橋のたもとにいた立ちんぼの整形外国人とやりまくってた時期に、狐26号さん、オフ会に来たのりこのカレー満喫臭にときめいたって告白してたな。狐32号さん、日本の匠に対して失礼だぞ、わら。のりこの満州はシャネルの5番と同じ。バカだろお前ら。狐2号さん、堀氏みたいだな。狐33号さん、おはよう。どういえばエアコンは大丈夫だった。こんなおったよ。33号さん、エアコン直ってよかったね。よかった。
3敗者の竹内。34号さん、お前バカじゃねえか。キツネ32号さんはどうした。え、ていうかなんでここが溶けてんの、これが怖いんだけど。何これ。キツネ26号さん、カズミチファンクラブ会員番号3番の解放です。え、なんか溶けてんだけど、なんで。これここが溶けてるんだけど、え、なにこれ、怖い。キツネ26号さん、関係ない場所が溶けててわろた。なんで。キツネ1号さん、解放の呪い。キツネ32号さん、使いすぎじゃないの。使いすぎかな。こうやってやれるとノエルそっくりなの知ってた。キツネ12号さん、感電してくださいわら。すげえノエルに似てるって知ってた。似てるっしょ。これ実はドローンショー。キツネ32号さん似てるねわら。そう、ノエルと同じ顔なんだよ俺。ドローン中年だ。似てるっしょ。キツネ26号さん似てなくてわろた解放です。35号さんの絵より危ないわら。狐12号さん、なんでもいいわよ、どうでもわらわらわら。36号さん、キツネで時刻調する元弟子。キツネ24号さん、冬の時期に暖かい便座使えないとか低年すぎる。キツネ26号さんのエルはそこまでデコ広くない。37号さん、日本のドローンを20年遅らした人ですね。キツネ36号さん、便座にドローンくくりつけて官邸へ飛ばすの。36号さん、便座いじり出してからアイテム飛ばないやん。
常に26号さん大家ってばあさん、矢部太郎の大家さんと僕をパクって大家さんと俺って本出そうよ。印税で億狙える。メーカーっぽいからタイマーからリミット。いやこれ型古いからね。キツネ1号さん便器少年ワドル。キツネ12号さん別端末でキラコメしたいからキツネやめません。わら。キツネ38号さんレジンは強度ないからすぐ割れるよ。いやキラコメしたい人はツイキャス行けばいいよ。ツイキャスあの固定班入るから。キツネ39号さん足を駅のトイレから1個もらってこようよ。キツネ40号さん便座割れたの。便座割れた。26号さん、みやびのキツネ枠ほどはひどくない。キツネ40号さん、俺も割れて強力なボンドでなんとかなってるよ。キツネ10号さん、キラコメしたいからわろたわら。便座が割れるってやっぱ便座バックですか。おコンデニコインありがとう。キツネ26号さん和道はアンチからも好かれてるけど、みやびはガチで嫌われてるから。みやびマジで嫌われてるよ。キツネ24号さん前のセーラー服撮影の写真全部ボツ。わら。キツネ9号さん、そういや風邪薬で便座ブロックってのがあったな。今でもあんじゃないの便座ブロック。キツネ36号さん、薬に手を出したやつには厳しい風潮。便座直してるね。キツネ12号さんからかい半分でキラコメするとすごく嬉しそうに美血膨らませる滑稽さがおもろ。わらわらわら。42号さん、NER さんがニコ生で男間塾で絡んで絡んだくらいで LINE でお正月の挨拶してくるなって言ってたよ。別にお前と絡みたくねえからだって。キツネ24号さん、せっかくモデルとメイクさん来てもらったのにオートで撮って全部ボツにする自称監督。かっこいいでしょ。今直してますよ。
43号さん、平沼和子さんにお金返せ。常1号さんはドサンも出馬したら。俺は出馬しないかな。出馬しない。常44号さん、なんで和道ってアイテム入らなくなったの。常45号さん、こいつオートで取ったんか。常46号さん、おい、お前01に閲覧負けてるぞ、ザコ。常12号さん、しかし、配信者からもリスナーからも嫌われすぎだね、わら。常47号さん、どうしてそれがかっこいいと思えるの。常24号さん、オート監督だよ。常48号さんは、ドさん、おはよう。おはよう。1号さん、何でも直せばいいってもんでもないよ。キツネ44号さん、和道ってアイテム入らなくなったよね、無駄にアンチが増えただけ。キツネ42号さん、 NER さん感じ悪すぎだろ、新年の挨拶なんて社交辞令だろ。キツネ10号さん、十字架にケツ乗せるってのが面白いんだよ。キツネ50号さん、出馬したらってコメントしたらブロックされた。キツネ47号さん、2回座ったら壊れるよ。ああ、別の人ブロックしようとしたんだよ、ごめん。キツネ24号さん、まだ名前残ってるよ。キツネ9号さん、和道のアンチ派たちが悪く、通称イカレポンチと呼ばれている。悪い、別の人ブロックしちゃった。慎吾が正月の挨拶ラインしてくんなって言ってた。繰り返すから有料リスナー減ってアイテム飛ばなくなったね、チルダチルダ。一回そパキンってまっすぐ割れたの、パキンってまっすぐ割れたのを穴を広げてるって感じだね。でここにレジン流す。常24号さん、過疎から明けおめメールもらってもね、わら。パキンってまっすぐ割れた。常44号さん、この人いろんな人に LINE してんの。だから何わら。常42号さん、便座時間かかってますね、便座なくて大便大変だ。本当だよ。常41号さん、コラボでのみ配信みたいよ。常10号さん、ちゃんと挨拶できるって偉いと思うぜ。常24号さん、石川クラスからもらったら嬉しいかもしんないけど、過疎からの明けおめメールうざいだろわら。44号さん、明けおめメールして帰ってきた配信者いないだろ。大手ほど早く帰ってくる。号さんはド便座職人。大手の人ほど早く帰ってきて、過疎ほど無視された。いやだから面白いなと思ったよ。明けましておめでとうって、まず石川紀之さんから一番最初に来たの。船54号さんはドツで、俺もやんなきゃと思って、関わってる人全員にやったら、大手ほど早く返信が来て、あの過疎ほど既読無視とかだった。常55号さん、ハゲ取るやん。常42号さん、傾向があるんだね。あった、すげえ面白かった。常24号さん、お前からはうざい。
144号さんなんで帰ってきた。いや普通に開けましたおめでとうって普通の挨拶だよ。いやほんと仕事できる人ほどレスポンス早いし、むしろ本当に大手の人だと向こうから送ってきたよ。俺みたいな数に。いや、本当そうだと思う。常42号さん MER はだから大手から落ちぶれたんだなわら。まあそういうことでしょ。常44号さん里だったら誰に送ったの。いや、俺関わってる配信者全員に送った。常48号さんうちは嬉しかった。ありがとう。うん、3時間ぐらいかかったもんな。常54号さんドレさんも。ドレさんレスポンス早かったね。常41号さん石野は帰ってきた。唯一56号さん配信姿勢。ドレさんはすぐ電話かけてきた。ドレさんはすぐ電話かかってきた。しかも俺夢中だと思って、あごめんなさいって、夢中なのにおめでとうって送っちゃってごめんっていう。常12号さんそれ自慢 W よかったね。チルダチルダ。常55号さんだから。常44号さん解放は帰ってきたか。わかんない解放は。常42号さん電話は嬉しいな。ドルさんは電話で返してきた唯一の人。常55号さん年賀状の代わりみたいなもんなんだから挨拶くらい普通だよね。緑さんも早かったな。よろしくねって。あ、ネルさんは帰ってこなかったね。リスナーから LINE 通話かかってきたことはありますか。いっぱいあるよ。常42号さん解放さん宮城の応援断ったって言ってたな。あいつコロコロ変わりすぎだろ。それ今度宮城さんに失礼でしょ。そう思わない？それ宮城さんに対して不義理でしょ。ダメだろそれ。常44号さんエセアカからは帰ってきたか。エセアカには送ってないかな。42号さんそうなんだよね。それは宮城さんに失礼でしょ。いや誰を応援してもいいけど、やっぱ応援やめますとかって失礼でしょ。だから信念がないんだよ。常57号さん失礼だよね。失礼だね。常42号さん言われて信念ないからコロコロ変わるんだよね。そう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 。要は常58号さんなんで働かないの。なんでだろうね。常59号さん捨て頃おめ。ありがとうございます。常12号さんその程度の人がたった一人の弟子だったのねわら。いや恥ずかしいよ。使わないでね。使わないよ。常55さん花火師にもこびるし追いかけるし小汚い。あでも29号さん解放の顔は一生懸命生きてる人に失礼な顔。スナップくんってあれよっさんに100万投げたらしいね。31号さん捨て頃宮城に勝てると思う。スナップくんさ100万投げたらしいよよっさんに。あれよっさんの一番の太い囲いらしいよ。俺ボロクソ言っちゃったよ。二度と来んじゃねえバカ野郎って言っちゃったよ。やっちまったよな。キツネ19号さんミスったな。ミスったね。キツネ42号さんせっかくね少しは目があるって思って育てたのにね。
スレ36号さんいいんだよ、どうせ監督には投げないんだから。いや俺にファンタスティック投げて、スレ60号さんわら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 、いや俺にファンタスティック投げて、スタッフ君そろそろ破産するよ、ファンタスティック投げた時にファンタスティックぐらいでマウント取んじゃねえボゴミクズがよっつって、スターマインファンタスティック投げてもう二度と見ませんっつって、二度と来んじゃねえっつって、で後で聞いたら、お前スタップ君ってよっさんの一番太い花火師で塾長のサブアカって言われてんのにお前かっけえなってリスナーさんに教えてもらった。えって帰ってこないかなスタップ君。キツネ36号さん W、 いや知らないでただディスっただけだから。キツネ26号さん塾長が消えてスタップ君が出てきた。そうそうそう、キツネ61号さん雅に勝てる自信ありますか。キツネ62号さん塾長ってあんなメンヘラっぽいの。キツネ44号さんお前花火師に媚び売らないとかイケメンかよ。全然媚び売らないよ、だからダメなんだよ。キツネ12号さんそれ自慢してるの、わら。自慢じゃない、失敗だよ失敗。キツネ19号さんサソリン A が出るのか、ズレバ担当か。キツネ36号さんリスナーにこびへつらう配信者なんて見たくねえからな、正解だ。キツネ42号さんスターマインファンタ投げてくれたのにディスったんだ W、 そりゃ来なくなるよわら。ディスったつが怒鳴り散らしたね。キツネ57号さんイケメンだよ、怒鳴り散らしたね。キツネ19号さんはどうさんはダンカンにしかこび売らねえから。キツネ26号さんスタッフ君をぶった切ったから俺たち貧乏リスナーがお前を支えてる、ありがとう感謝です。キツネ12号さん飛び売り失敗ねわら。キツネ36号さん便座を下ろしてから視聴者数じわりと増えてるな。キツネ10号さんファンタスティックぐらいでってそれ以上ないんだがわら。キツネ59号さんのんちゃんには怒鳴るなよ。キツネ44号さん花火師に媚び売らない配信者ほど配信愛を感じる。まあ配信好きだね。キツネ42号さんはやっちまったもんは仕方ないよ。まあいいんだよ、やん、うん、いいよ、もう金のこと考えないのが今年のテーマだから。キツネ26号さんスタッフ君なんかいらねえから、俺たち貧乏リスナーが数道を守る。いやマジでね、本当にね、もういいやと思ってもう金をかけんのやめた。結局リスナーを借金付けにするやつが偉い風潮は良くない。良くないよね。いいよもう貧乏で行くよ、よろしくね。もう腹くくったから。ちょっとねやっぱ2年間ぐらい稼がせてもらって調子乗ってたね。スタッフ君って誰だろうと思って検索かけたら解放一番上に出てきて笑った。いや9号さんがっつり応援はする、ただし1円も出しません。いいよいいよ、本当にもう金のこと諦めたから俺。いや調子乗ってたなと思って、今度食えるようになって原点忘れてたなと思って、もともとね稼げるもんじゃなかったし、いいやと楽しもうと思って開き直ってくから、まあよろしく頼むよ。はいワード2。おい金稼ぐための配信はやめる、原点回帰、愉快犯で行くから。6号さん嘘つくな、こじきな。キツネ12号さんコロコロ毎度な発言 WWW アイテム飛ばなくなるとまたバーガーありがとう。わらわらキツネ64号さんバーガーを5個プレゼントしました。キツネ36号さん本当だよな、花火台の宮の姉ちゃんに使ったら何回抱けるか。キツネ44号さん早くタワーマンションに引っ越してくれ、お前にはこのボロ屋は似合わない。キツ
で60号さんいらないって言っても生活費代は稼がないとね。いや、いらないってわけじゃなくて、金を追っかけんのやめたんだよ。楽しい。テロ落ち目なんだ。テロ落ち目なんだ今。なんで？船42号さん、投げ師って税金対策でやってるのかな。船9号さん、よっさんにあんなに投資したところ、ほんと無駄でしかないわ。スタッフ君はホームラン級のアホだな。船42号さん、てるちゃんピンキャスで結構閲覧あったよ。船67号さん、おはよう。おはよう。船24号さん、もうすぐ部分日食。船26号さん、42号、それ初日だけ。あー、ありがとう、風船ありがとう。船36号さん、花火上げて自己顕示欲を満たす、いいんじゃないか、それだけだ。船63号さん、スタッフ君がヒカルにファンタ5発以上投げたらヒカルデイリー7になった。へぇ。船9号さん、テルチャンピンも金づるババアリスナーも飽きてきて稼ぎ悪いらしいな。船68号さん、5月頃には少しですが支援できるかも。あざす。船12号さん、キャスで閲覧16って20なった、わらわらわら。船60号さん、テルチャンピンはペロペしてお金もらってるからね。君にしだからね。船50号さん、ペロチャンピンだよ。プロ君にし。キツネ44号さん、和道も可愛い花火師できたら色恋くらいならやるだろう。やらねえよ。キツネ10号さん、色恋とか最低の小じきだわ。キツネ26号さん、てるチャンピンは君に押して花火もらってる。君に義士。キツネ63号さん、てるチャンピンのキャスお茶飲んでなかったな。キツネ69号さん、花火投げる金で定食食べれるしな。まあね。船60号さん、頻繁に金沢行ってペロペロしてお金もらってる。金沢に客がいるんだ。船50号さん、ペロチャンピンのペロは100万の価値があるので。まあでも旅。船42号さん、テルチャンピンの儲け方は配信で稼ぐと、より売れないモストの最後の手段で稼いでる感じだな。なんかさ、でもさ。船44号さん、橋本環奈可愛いと思う。船36号さん、一級くんに義士になりてえな。なんかさ、あれじゃない、配信者の旅配信とかって太い囲いが そこにいるってことだよね。なんか定期的に行く人いるじゃん。定期的に大阪行く人とか、定期的に。船26号さん、てるちゃんピンツイキャス初日は酔っ払って700超え、翌日140、次の日90、今はツイキャス50くらい。橋本環奈、顔は一級品じゃないの。スタイル悪いけどね、彼女顔はやばい。船69号さん、アイテム投げるなら自分のために使うよな。船42号さん、確かにね、該当する人いっぱいいるな。わら。船12号さん、キツオノがよほど頭良い。船60号さん、雑談がクソつまらんならあっちゃんピン。船70号さん、くんにした。船69号さん、天狗になりすぎ。船71号さん、おはよう。船72号さん、お前も君にマスターになったら。
71号さん何の話。爪69号さん、花火師は前菜さん投げて消えるのは名言だったな。雑談は数道の方がクンニの200倍面白いだろ。それだけクンニの雑談がつまらないってわけだが。船73号さん、チャンピンなんてザコチャンピン WW。 船42号さん、そんなこと言ったんだ、そりゃ確かに名言だ。船60号さん、そんなこと言った人いるんだわら。船67号さん、トイレはとうとう。船44号さん、くんには座ってアイテム待ってるだけ。船69号さん、チャンピンが。船74号さん、まだ便座直らんのか、買った方が早い。まあ速さで言ったら買った方が早いわな。治んねえな。修理してもらった方がいいよ、便座安そう。船75号さん、リーバイスいいよな。リーバイス好きだね。船76号さん、使った便座首に巻いたりしてたの気持ち悪すぎ。船69号さん、掃除始めちゃったよ。船71号さん、ひどいね。まあ、難しいところだよな。6号さん、くんには金の亡者。常42号さん、怖いな、くんにし。まあいいさ。常69号さん、便座終了材料買うより便座買った方が安い。常77号さんはドツン。はい、はドツ。あ、コンティニューコインいただけると嬉しいです。75号さん、ワドさんって足長いの。いや、別に足長くないよ。75号さん、便座修理材料買うより便座買った方が安い。なんで2回書いたの。常67号さん、常42号さん、そんなことやってるからストレス溜まって酒癖悪いんだろうな。まあストレス溜まるだろう。常12号さん、ヒカルちゃんヤミーとコラボしてるわね。常78号さん、業者に頼んだら3万から5万かかる。配信で自己顕示欲満たすの無理だからやめた方がいいよ。たまにリスナーでいるけど、配信で自己顕示欲リスナーで満たすの無理だよ。船79号さん、明けおめ。明けおめ。いい年にしようね。たまにいるんだよな。67号さん、借家なら大家さんに頼めるよ、修理。狐
つ目60号さん遠征はペロペロのためとか配信者じゃないよね。まあね。狐73号さんミュウツーでなぜあんなに面白くないんだ。狐75号さんリーバイスって足短いとおかしいよな。リーバイスは細身だね、ちょっとね。狐12号さんふーんわらわらわら。じゃあミュウツー見ろよ。狐60号さんミュウツーは顔がマジ無理。78号さん他の配信者なんてどうでもいい、あれしてますこれしてますって情報。キツネ42号さんリスナーなんてどこまで行ってもリスナーなのにな。キツネ81号さんおはようございます。どうもー。キツネ12号さん小声でわらわらわら。キツネ82号さんおはようございます。どうもー。エンタどんな感じ。キツネ70号さん配信者はやっぱりトークスキル。キツネ54号さんはドはお腹出てるけど顔はちっさ。キツネ50号さんはドさんには壊れた便座みたいな人生を歩んでほしい。ありがとうございます、感謝です。キツネ10号さん自己顕示欲満たすコメントってどういうの。キツネ71号さんかっこよいワドさん。キツネ69号さん配信者はリスナーとの会話なり楽しませないと。キツネ71号さんイケメンワドさん。キツネ54号さん今日はハゲてない。今日ハゲてるよ。キツネ44号さんなんでそんなイケメンなんですか。どういった努力してるんですか。キツネ67号さん質問ですが、ネットで性格悪い人は現実でも性格悪いのですか。あーそうだね。キツネ71号さんコメントと全く一緒だね。キツネ60号さんひげない顔見たことない、一度見たい。あーキャプルよ待って。キツネ75号さんワドさん成田には帰らないの。帰らない。キツネ71号さん彼氏になって。秘密基地みたいで楽しそう。キツネ69号さん金梅の病気ネタループゲーも飽き飽きしておわんこ。キツネ12号さんじゃわどもやっぱり性格悪いのねわら。カズミチさんって紐なんでしょ。キツネ82号さん自分で性格悪い言ったようなもの。キツネ71号さんはどうさん。はいはい。便座今こんな感じ。キツネ54号さんのんちゃんにはお金出してもらってないよ。キツネ71号さん感じです。キツネ78号さんを結構な損傷。損傷じゃないよこれは、削ったのリューターで。キツネ75号さん分帳って1本当にコインありがとう。キツネ71号さん、キツネ42号さんデザイン便座。キツネ
83号さん、宮城さんがお前のこと煽ってたぞ。タコだってさ、わら。キツネ82号さん、怖い便座だぬ。2キロ走ってドヤ顔をしてるおじさんに何か言われたくないかな。キツネ84号さん、完成ですか。完成じゃない、まだまだ。もうちょい削って、もうちょい削って、なんだろう。レジン埋めないとね。いやいや、仲直りも何もなくて、一方的にブロックされてんだよ。ドレさんの練習会参加す、で、あれだよ、俺誘われてないよ、ドレさんから。なんか、勝手に話進んでない。俺全然状況わかんないんだけど。俺ドレさんから練習会誘われてないよ。何の話？全然わかんないんだけど。何の話だ？あ、編集技術まるでないとか言うの、ドルさんさ。じゃあ頼むなよ、俺に編集。そう思わない？いや別にいいよ、編集技術がないとか言うんだったら。だったらさ、俺に編集頼むなよ。 YouTube のやり方教えてとか言うなよな。そう思わない？ポジショントークやめてほしいんだけど。あ、もしよかったらツイキャスの皆さん、コンティニューコインお願いします。いや、才能ある人に頼むよ。おかしいだろう。ツイッターの動画もさ、1時間ぐらいかけてやってあげたのに。まあドレさんだろうね。余裕でドレさんだと思う。俺期待も言ってるなんて言ってないよ。言ってない。ミノムさん、中吉ありがとう。てかまず誘われてないから。なんか勝手に言ってんの？ドレさん、和道も練習会に来たいって言ってた？うん、そういうとこあったんな。コンティニューコインありがとう。何なんだろうね。コンビコインありがとう。ああ、ぶっ飛ばすよ。任せて。軍曹はリスナーの金でパチスロ三昧。うん、俺ヒカル君に勝ってほしいかな。軍曹強えから。多分素でやったら軍曹が勝っちゃうから。だからこそヒカル君に勝ってもらいたいかな。体感でヒカル君とも軍曹とも手合わせしてるけど、6-4ぐらいで、多分今の状態だったら軍曹の方が有利だから。おはよう。治ったっつうか、ついたね。だからつけっぱなしにしてる。コンティニューコインバックありがとう。サンキュー。
いやー、そこまで有名になったら消えることはないんじゃないかな。いや、キャスの方がね、画質劣化させてるんだけどね。フワッチの方が出力高く設定してるはずなんだけど、キャスの方が画質いいっていう人多いかもしんない。エアコンついたの助かったよ。これは自作じゃない、フリーミュージックだね。わかんない。まあでもね、うまくいってるんだからいいんじゃないの。コンティニューコインありがとう。赤が好きだね。赤、黒、白。赤が一番好きかな。赤と黒が好きなのね。オフパコは全然しないよ。誘われるけど、断るかな。彼女いるんでって言って。っていうか、なんか好きじゃない女を抱く趣味はないから、俺。な、別にセックスに困ってるわけじゃないから。あ、でもおばちゃんが多いよ。30代40代の軍曹の方が、俺の体感だと軍曹の方が強かったね。うん。っていうか身長差とか全部合わせてだよ。ヒカル君運動神経めちゃめちゃいいよ。だけど、同じ身長だったらヒカル君の方があれだけど、体格差を考えたら軍曹の方がちょっと有利だと俺は思ってる。いや、自慢げじゃないよ、別に。軍曹180あるのかな？どれくらいだったっけな？結構でかいよ。180ないぐらいか？ 178 はあると思うけど。ああ、それくらいか。178だよね、やっぱ。いや、ノリコ以外にいい女いっぱいいるだろうって。俺はノリコがいいと思ったから、ノリコ付き合ってんだよ。彼女がいても女がやりたいって言ってきたらやるだろう。いや、だからやってないっつうの。ヒカル君俺より1センチか2センチ高いぐらいだと思うよ。172ぐらいじゃない。軍曹ガタイがすごいんだよね。あと喧嘩慣れしてるから。ヒカル君の本番の強さを信じてるけど、俺は。まあ、格闘技は強い方が勝つからね。すげえシンプルだから。強い方が勝つって、弱い方が負けるって。それ以上もそれ以下もないかんね。
すごいシンプルだよ。まあ子供ができたのはね、まあでも今考えると、なんか YouTube の過去の動画を消したいって言ってた理由が分かったね。あれ、子供ができたから、子供のために消したいって意味だったんだね。なんか変だなと思ってたんだよね。キャラ変したいって言ってたりとか、なんか過去の動画全部消したいとか言ってたり、どうしたんだろうと思ってたら理由が分かったよね。軽くん子供できたよ。結婚して、普通の肩身の仕事やるって言ってるでしょ。ま、前の彼女。前の彼女でしょ。何人目なんだろう。もう3人目？もう生まれてるんだ。これから生まれるんじゃないんだ。もう生まれてるんだ。知らなかった。4人目か。これから生まれるもんだと思ってたわ。まあね、すっぱりやめないとね。別の女性。まあ配信は難しい。配信で肩身っぽく生きるっていうのは難しいよな。すっぱり肩身になるか、ね、女子供捨てて配信撮るのかっていう。俺他の人の配信見ないかんね。俺は光くん大好きだから。ステゴロ終わって入籍して仕事始めるみたい。そうなんだ。いや、まあ配信者と付き合うっていうこと、そういうことだから覚えといた方がいいよ。女性も産んで育てる。女性もみんな産んで育てる。いや、だから、男を見る目養わないと、配信者付き合うってそういうことだから。わかんない？スマホの授業やってんのかどうか。全然わかんない。まあ、俺もそうだと思うよ。配信、もし肩身になりたいんだったら、きっぱり配信やめるべきだと思う。同意見かな。
で、配信続けるんだったらやっぱクズじゃないと売れないから、リスナーが求めてるのはゴミクズだから、女子供捨ててやるぐらいじゃないと無理だと思うよね。なぜたけし軍団と付き合いあるんですか？もともと、なんていうのかな。まあ、映像業界にいる人がリスナーさんにいて、で、俺が映像業界に興味があるっていうことと、向こうの人は配信業に興味があって、で、意見交換しませんかって言って DM が来たの。で、そっから、まあ、近くに住んでたから、お茶するようになって、どれくらい？ 2 週間に1回ぐらい会うようになったの？ 3 時間ぐらい喋って。で、俺がカメラのことを教わったりとか、映画のことを教わったり、映像業界のこと、テレビ業界のこととか全部教えてもらって、向こうはインターネットの、俺らみたいなことやってる人のことに興味があって。で、その人が、北郷さんと仕事してた、ある北郷さんと。で、北郷さんの YouTube チャンネルについて教えてほしいって言われて。で、番組、北郷さんの番組が YouTube でやろうと思ってるんですって言ってて。で、それが男官塾に後になるんだけど。で、配信者使ってくださいって俺がお願いして。で、配信者使ってもらえるようになって。で、北郷さんの、ほら、先輩がダンカンさんでしょ？で、ダンカンさん呼ぶことになって、そういう流れだね。で、ダンカンさんと会ったりするようになって、北郷さんにも、ライブ誘っていただけるようになって、オフ会とか、オフ会じゃねえや、打ち上げとかでご一緒させてもらったり、可愛がってもらってて。で、その流れだね。いや、本当に素敵な出会いだよね。言わないよ。バカ野郎とか言わないよ。怒られるわ。だからもう、ダンカンさんのも結局、3、4回飲んだりとか、仕事の打ち合わせとか、いや、配信やっててよかったね。本当に。ああ、まあ、のりゆきさんが正解だよね。いや、俺はのりこに言ったよ。全部、付き合ってることは全部ネタにするし、俺はリスナーさんに隠し事しないから、彼女できたら顔も出すし、名前も晒すことになるし、覚悟が必要だよって。で、もう注意深く言ったのが、付き合う時に、もうどうしてもこれだけは覚えといてって。俺は配信一番に撮るからって。どんなことがあっても君のこと好きだとしても配信を優先しちゃうからねって。で、どうしても2番目になるよって。で、それでもいいって言ってくれたから、じゃあお付き合いしようって言って。便所太郎さんお疲れ様です。便所をディスってタイトルでキャスやってますよって DM 来て、見に来たら全く違った。和骨、あ、違います。便座を直してるんですね。 DM 来たんだ、便所さん。便座が壊れたんで便座を直してたんですよ。便所さんディスってないですね。便器直してる感じです。便所さんキャスに来た。 俺のことディスってるって DM が来たって。 面白いよね。 ディスってないっすね。はい。むしろ便座太郎って言われてます、今。俺配信業っていうか、なんか肩書きにこだわりなくなってきたよ、最近は。最近はない。こだわりは何でもいいよ。食えりゃ。騙された。 弁の字に過敏反応してるんだ。イタリアでは便座が盗まれるんだ。配信家とかプロ配信者も名乗んなくなったね。
いいやって思う。和道で。のんちゃんから毎月お金なんかもらってないよ。もらってない。リスナーだった頃にプレゼントとかもらってたよ。あの付き合う前ね、普通にリスナーさんだった頃に、あのこの今使ってるモニターとかパソコンとか、実はのりこがプレゼントしてくれたの。付き合う前か。そう、俺はお金はもらってないよ、のりこから。タロちゃん、さっきまでハトは不在から真に受けないって言ってたのに。もう癖なんでしょ。一応確認はするんでしょ。なんでハゲてるの？遺伝。名前和道に。いや、和道っていう名前嫌なんだよね。和道監督でいいよ。将来の夢は和道監って呼ばれることだね。和道監って呼ばれたい。いや、もう和道監でいく。いや、平和の輪に道とか我に道でやってたけど、いいやと思って。いや、っていうよりもなんか業種じゃん、職業じゃないじゃん。配信業って郡山行きます。誰だろう、誰だ、郡山。ああ、そうなんですね。ありがとう。アイテム監督業とかじゃなくて、なんか俺がやりたいことやってるだけでよくない？ただのニートだよ。部分日食。嘘。あ、本当だ、暗い。そうそう、今しかできないことをやりたいっていう。まあそれが便座だったっていうだけなんだよ。職業、そうそう、俺っていうか、別に飯が食えてたら何でもいいじゃん。人に名前名乗らないとお金もらえないわけじゃないし。心変わり？いや、別に特にフィーリング。フィーリングだね。コンティニューコインありがとう。あざーす。
ユーノってオワコンだと思う。ユーノユダさんって始まったの？いや、いつ始まったのか教えてほしいんだけど。オワコンってあくまで終わったコンテンツって意味だから、始まってない人には適用されないと思ってるんだけど。いやだから、まあ和道ってあの昔の名残は入れてるわけさ。ひらがなで和道の方がタイピングしやすいでしょ。捨て頃でタバコやめる意味がわかんないかな、俺は。便座におしっこついたら拭きますね。らしいね、なんかツイキャスの方が。でもね、半分以下に落としてるんだよ、ツイキャスの画質。設定上では。だから、フワッチの方が画質いいはずなんだけどな。出力上げてんのはフワッチの方なんだけど、なんでなんだろう。サーバーの問題なのかな。いや、なんかさ、俺らプロアスリートじゃないのに、なんか何そんなムキになってんのっていう。別に、なんだろう。タバコ吸ってても酒飲んでてもいいじゃん。なんか俺らにそういうこと求めてるのが間違ってねえかっていう。そういうのはプロアスリートとか見ればいいんじゃないっていう。ただの喧嘩でしょ？練習もしない。ありがとう55さん、気持ちが嬉しいわ。ありがとう。いや、めんどくさい。185めんどくさいわ。なんか勝ちたいってことじゃないんですねっていうか、こんな遊びに向きになるなよ、うん。そう、7号正解。捨て頃の最大の目的は原価が安い T シャツを高値で売ること。そう正解。なんでわかったの？2800円で作った T シャツを3800円で、あ、じゃあ5800円で売るっていう、それがあの目的だから、うん。お散歩はもう終わった。なんかジャージ着てるでしょ。もう今日のお散歩は終わったよ、うん。いや別に応援したくなきゃしなくていいよ。みやび応援すればいいじゃん、うん。まあジムには行ってるけど。ああ、迷ったね。捨て頃2でやっぱり弁護さんにも誘っていただいて、一回断ったんだよ、イベントの時に。すげえ悩んで。だけど弁護さん相談すげえ乗ってくれて、親身に。っていうか配信休もうとしてたの俺が。でね、もう明らかに減らってるの分かってたから、便所さんに相談いいっすかって言って、まあ捨て頃出ないって言った後だったんだけど、配信のことで悩んでて、で一回休んだ方がいいよ、和道って。1週間でも1ヶ月でも、でやりたくなったら戻ってこいよって言ってくれたの。ちょっと今のお前見てらんないよって、疲れてるよって。でもうボロボロだから一回休みなって言われた。で実は配信始めたのは便所さんって同期なのね、俺。便所さんの方が結果出してるけど、始めた時期は一緒で。で便所さんに聞いたの。便所さんはちなみに休んだことありますかって、何日ぐらい、何ヶ月ぐらい休んだことありますかって聞いたら、俺は一回もないよって言われて、あーすげえなーと思って。そうで結局休むのやめたんだけど、それでもう一回出ようかなと思ってね。やっぱ結果出してる人は毎日続けてるし。お茶爆ありがとうございます。そうそう、やっぱこういう気持ちの差なんだなと思って、うん。やっぱね、同じ時間を過ごしてるのに、でっかいイベントをイベンターまでやってて、こっちはさ花火が上がんないとかで減らってるわけでしょ。あ、ダセーなとか思って、うん。そうそうそう、それでちょっと、あ、じゃあ一回気合い入れ直そうと思って、もう一回トライさせてくださいと思ってさ、うん。そう、まあまあそういう経緯があったんだよね。
宮城さんが体重が、178キロで、俺が、あ、178キロね、ごめんごめん、どんだけだよ。宮城さんが78キロで、身長は 2,3 センチ低い。だ体重は、ウェイトは向こうが重くて、身長は俺の方が2センチ、3センチぐらい高い。で、俺が体重が、73キロなんだけど、俺は体重絞る。65キロまで落とす。で、身長は170かな。ちょっと盛りすぎたね。体重178キロは。そんな感じかな。まあ990万相当だよね。根こそぎ持ってこうと思ってるんだろうね。ヤビさんは身長低いね。あの体のキレが悪いから、あの直樹兄さん用に体重ブクブク太らせたのね。あの直樹兄さん身長10センチ以上でかくて体重が10キロ以上差があったから、それを埋めるためにわざと増量したの。おはよう。そうだから元の体重に戻すっていう感覚かな。そうだね、やっぱ便所さんの人望じゃないの。そこは直樹兄さん183ぐらいあると思うよ。183ぐらい。おはよう。もしよかったらコンティニューコインお願いします。お茶箱ありがとう。お茶箱ありがとう。おはようございます。直樹兄さんはドルさんよりでかいね。タッパは強そうな人によく当たるのは、みやびさんも一緒でしょ。ドレさんってやって、カズ軍曹ってやってるわけだから。コンティニューコインありがとう。うわあ、お茶箱ありがとう。ありがとう。お茶箱ありがとう。サンキュー。ありがとうね、みんな。格闘技経験はなかったね。ただなんかバレーボールかなんかずっとやってたんだよね。強かったんだよね。運動神経いいらしいよ。まあ、ボクシングジム通ってすげえ強かったもんね、実際。まあ、四季さんは負けはないと思うよ、実際。もう証拠抑えられてるから、配信で残ってるわけじゃん、アーカイブが。ありがとう、コンティニューコインとお茶ありがとう。実際、ま、裁判もう、示談に持ち込むか、賠償金額どう減らすのかっていう問題だと思う。まあ、四季さんは勝ち確でしょ。弁護士立てて、証拠も抑えてってやってるから。ただ、金額の問題だよね。あー、足豆できてる。うわ、久々だ、豆とかできてるよ。捨て頃の時期来たね。うわ、思い出すわ。足豆できてる。うわ、捨て頃始まったなって感じだな。いや、990万やりすぎ。ちょっとそんな社会的な影響力ないでしょ。まあ訴訟内容によるんだろうけど、まあそう、精神的に傷ついて病院通ってとか、そこまでやるのか。練習じゃない。散歩してるだけ。もういいじゃん、185。両足に豆できてるわ。明日痛いよ、割れるよ、これ。背向けさせたぜ。まあだから、あれは初っ端のダウン取られたから追いかけないといけなかったから相当焦ったよ。開始10秒でダウン取られたから、もうダウン取り返す、ダウン取り返すって。だから1ラウンド目の後半、俺が攻めてる時にレフェリー止めたい、離したから、スタンディング取ったと思って、シャーと思って、うわーってやったの。そしたらファイってやられたから、えっと思って、
ボクシングルールってクリンチだったら離さないといけないの、しばらくクリンチしたら。なんでスタンディングで打ってる時に止めるの、あのレフェリークソだろ、思わない？スタンディングで止めるってありえなくない？何回も止められたの、攻めてる時に。あれはあのレフェリーほんとポンコツだと思うよ。あ、審判ぶん殴ったからいいんだけど。まあ花火なしでいいよ全然。ああ、アマチュアの試合だからか。でもだったらスタンディングダウン取ってくれよって思わない？攻めてる時になんで止めんだよ。いや、あれはボクシングやってる人から見ると謎の判定だと思うよ。なんだろう、ちょっと変だよね。あれはちょっとペース乱れたかな。あそこでイーブンに持ってったと思ったからね。まあその後ダウン、俺がスタンディングダウン取られてるから、まあ負けは負けなんだけど。ありがとう、ありがとう、おはよう。ああ悔しいよな。あ、できるよ、見る、ちょっと待って、残ってるよ。ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、その部分残ってる、残ってる。家の、あ、全然いいよ、185さん全然気にしないで。まあ解説しますか、じゃあ。この写真はね、ちなみにね、タムタムっていうリスナーがね撮ってくれた写真なんだよね。客席から望遠で撮ってくれたんだよね。じゃあ見ますか。和田さんじゃないね、レフェリー俺の時は。映ってる。しました、そうですね、はい、若コーラーヒアイドルエズラン21 80キロ、直樹兄さん。青コーラー見えてる、ゴーイングマイウェイワドーレフ竹村コーラー。面白い試合ですよ、こちらも。そうですね、セコンド細いなんて、この人あれだからね、太平洋王者2冠だからね、世界7位だからね、ボクサー。かなり両者とも練習してたみたいですよ。今日直樹さん誕生日ですから。そうですよね、なんと言っても絶対に勝ちたいと言ってましたよ、はい、去年はセコンド練習ギリギリから。いやいやいや、全然嘘でしょ。82号さん、俺一番誰よりも早く練習してたから。すれ違った時にね、はい、ほら勝てる。もうね、目がね、血走ってましたよ、もう直樹さん、はい、はい。一方のね、和道選手もね、やっぱり前回も出場して、ね、前回惜しくもね、そうですね、負けてしまったんで。ただ経験値はありますからね、はい、マイナス面であるスタミナも克服してきたということで、はい、本日に合わせてきております、はい、じゃそれでは行きましょうか。さあ、始まりました。おっと、いきなり直樹兄さん、直樹さんも見えてますね。ですね、だから顔つき変わりましたから ね、 ちょっと前に。おっと、左が入った。おっと、左フックストレート、ちょっと早くて見えないぐらいフックですね。はい、フックありましたね、直樹さん。ファイシカズンさん相手側についた直樹選手ね、捨て頃に向けてボクシングジムに、割と本気なボクシングジム通ってたみたいですよ。対するの和道選手も、はい、和道選手もね、世界7位の選手に指導を受けたと、はい、そうですね、いうことで今日もセコンドでね、入ってますね。今左フック入ってた、はい、日高選手。これやっぱ直樹兄さんも自分の誕生日にこんだけたくさんの人が応援してくれるということで、絶対に勝ちたいと言ってましたけれども、
ただ本当に我々近い人間からするとこの2人とも顔つきがね、ここの1ヶ月ぐらいでだいぶ変わってきましたね、はい、体つきも、ね、ええ、ここで直國さん押し込んでいくか。なんかちょっと巷では直國さん、はい、配信より格闘技の方が向いてるんじゃないかっていうことでもう配信やめちゃえなんかも言われてましたね。言われてますね。ただ直國さん控え室で唯一誰でも喋らずずっとシュッシュ言ってました。そうですね、本当に、さあここ直國さん的確にそうですね、手が刺してますね、パンチを当てていく。この後かな。さあ残り時間があと20秒ですね。ここ、この後攻めるんだよ。一発当てたいところですけどね。ここおっとバチバチ入れてたんだよ。なんで止められたの。ちょっと直國さん聞いたか、うん、背中向けてしまいましたからね。はい、意味が分かんねえよな。第1ラウンド、さあここでインターバルでございます。30秒間のインターバル、はい、いや面白い試合ですね。いや1ラウンド前からすごかったですね。若干直國さん後半少し体力面がクリンチもしてねえじゃん。めちゃめちゃ攻めてんのに、なんでなんで止めたのこの人。一発当てたいところですけどね。ここバチバチ殴ってんだよ。おっとほらなんで止めたのこの人。意味わかんないでしょ。さあ和道選手ちょっと一発当てたいところですけどね。バチバチ殴ってたんだよ。おっとおっとちょっと直國さん聞いたか、うん、背中向けてしまいましたからね。ああ相手もありがとう、はい。さあここでインターバルでございます。30秒間のインターバル、はい、これはねあのカズさんのねトランクスだね。あれ止まっちゃった。なんだろう、くるくるしてる。いやだからスタンディングダウン取ったと思ったの。バッカバッカ殴ってる時だったからスタンディングダウン取れたと思って、あのバカバカ殴っててでそれで止められたから、あれはあ取ったと思ってさ、やったってポイント取れたと思って。後ろ向いたのは向こうの責任じゃん。ボクシングは後ろ向いたらいけないのは向こう側の責任だから、まあ普通に俺はダウン取ったと思ったけどね。あそこでレフェリーがバッて割って入ったから、しかもせめて5、6発入れてたからね。あれ普通に格闘技やってる人だったら取ったって思うでしょ。あれはおかしいよな。いや最高だよね。うん、まあまあでもその後俺2回ダウン取られてるからまあまあ負けなんだけどね。負けは負けなんだけどね。いや市場持ち込んだらダメでしょ。俺のこと嫌いでも全然構わないけど、レフェリーが市場持ち込んだらダメだよ。いや相当嫌われてるよ。直國さん強かったね。プレッシャー半端なかったよ。であのままいったら KO 取れたっつうか、まあね最後残り20秒攻めてたから。ダウンかと思ったら違ったってあるってどういうこと？まあまあ体格差込みの格闘技だからね。
いやもうだって負けは負けだもん。見解聞いてもしょうがないじゃん。いやだってカズさん、みやびさんセコンドだもん。一緒にやるでしょう、そりゃ。あ、ないない、グローブハンデない。全く同条件。まあインファイト、インファイトになるだろうね。うん、インファイト好きっていうか、アウトボックス難しいんだよ。すげえテクニック必要だから、ステップワークが一番難しいの。厳しくない戦いなんかないよ。あ、お茶バカあるあるある、いただいたよさっき。普通ね、いつの間にか投げ銭始まってたね。気づかなかった。そうだね、嫌われ者同士の試合。そういう感じだね今回は。みやび、もう途中までやって終わらしたかな。
まあまあいいじゃん。セコンド誰を応援するか決めるのはカズさん本人だから。ありがとう、頑張るよ。でも今回初めてかな、なんか直樹兄さんとやった時もテルとやった時もムカつくからぶっ殺してくれとか、もう本当にあいつ嫌いだからとか言われたことなかったんだけど、今回すげえ多いよ、ワード頼むぞっていう。入場時間しか見せ場がないからでしょ。入場時間ぐらいゆっくりやらせてあげようよ。今回は無理だね。さすがに敵側のセコンドに襲わるっていうのはできないよ。コンディーコインありがとう。いや、それはカズさんに聞いて。コンディーコインありがとう。ゲスも同時配信でやってる。コテハンがいい人と匿名がいい人両方できるように、ツイキャスはコテハン、ふわっちはキツネでやることが多いかな最近は。同時配信でやってるね。どれどれ、うるせえな。囲いがいるのは構わないけど、囲いの枠行けよ。めんどくせえな。他は迷惑なんだよ。お前が誰囲おうと勝手だけどよ、他でやれよ。原田さんプロだよ。原田さん K1 とか出てるプロ。強そうって、プロ格闘家だよ。桜井マッハ隼人さんの内弟子。多分なのか絶対なのかはっきりしてくんない？おはよう。コンティニューコインありがとう。最近 FX 配信者になった。まあ、コンセプトは面白いんじゃないの？捨て頃最弱王決定戦みたいな。どっちが一番弱えのかみたいな。2連敗してんの俺と雅くんだけだからね。
これ原田さんスパーリングやらせてもらってボコられてるよ。原田さんスパーリングやってる。綺麗にボコられたよ。あ、プロってやっぱこんなに差があるんだって思うぐらいボコられましたね。笑うぐらいボコられた。もうやってるよ原田さんと。はい、ワード2。2回とも KO 負けは雅だけ。らしいね。なんでこんな嫌われてんだろうね。整形してんの？シャブか。ああ、配信的な理由か。うるさい、空気読めない、大手の邪魔をする。ああ。なんかすげえヘイト集めてるよね。すげえ嫌われてるよね。よっさんは出ないね。捨て頃って素手の喧嘩って意味だから、武器ありじゃダメなんじゃないの。軍曹はでも囲いがいるじゃん。嫌われてたとしても。薬してるからフォロー外した。あー、みやびは彼女に DV したり、その親に借金して返さなかったり、ペットを殺処分したり。あー、なるほどね。アイコバーズスノリコ。痩せてないよ。太ってるよ。全然痩せてない。あ、ありがとう。のりこはアッパーがすごいからね。同い年だね、多分。愛子さんとのり子は。
まあまあコラボとかの依頼があったらね考えるよ。お茶バックタイム、うん、あー今日ねあの散歩してきたから服が違うんだよ。ジャージー飛ばないね。お茶バッグ飛ばないね。コインランドリー何時からだったっけな。まだやってないんじゃないかな。コインランドリー見てくるか。何時からやってるか見てくるわ。ちょ待ってて。もうやってるわ。よいしょ。コインランドリーやってた。もうやってる。洗濯機あるんだけど奥に壊れちゃってんだよね。じゃあ俺あの洗濯するわ。じゃあ皆さんありがとうございました。
どうもどうも、お疲れ様です。フォローよろしくお願いします。お疲れ様です。